クロスーツのスノーマン最新、エンパイアーステージショットを、週刊内イミュージックが公開、撮れたてほやほやをほぼノーカットでお送りします。スノーマンは10月30日23時からの放送に出演。フジテレビ、週刊内イミュージック公式 X、旧ツイッターが、スノーマンのステージショットを公開した。スノーマンは10月30日の放送に出演し、放送日発売のフォースアルバム、 レーズンのリード曲、エンパイアーを披露する。番組 X は、10月30日の日付が変わる0時のタイミングでポストされており、先ほど収録が終わりましたスーパー取って出し、取れたてほやほやをほぼノーカットでお送りします、と放送日直前に撮影したことを明かしている。また、黒スーツ姿のスノーマンがスタジオセットの中、横並びになった写真も公開されている。さらに、放送では、 ジュニアが選ぶスノーマン新曲ランキング企画もあるとのことで、企画の収録中の渡辺の写真も公開されている。どんな曲が選ばれているのか渡辺翔太さんのこの表情でわかります。皆さんの予想は、30分の1午前10時台のショッピーをお届け、とのコメント付きで、渡辺は笑顔を浮かべ拍手をしている。ファンからは番組を心待ちにする声が集まっている。